関東以北最大の繁華街すすきのにあるすすきの派出所は13人の警察官が3交代で勤務、合計42人を要する北海道最大のマンモス交番である。今すすきのは暴力団抗争の真っただ中にあり、華やかさの裏側は一触即発の状態という。勤務する警察官も緊張が強いられる。北国の短い夏、どんな人間模様を見せてくれるのだろうか。アーケード街に暴走族が集まり規制を上げているという通報が入り、直ちに出動。この女性リーダーなかなか威勢がいい。しかしアーケード街を占領してしまうとは市民にとっては迷惑な話である。谷工事、今後石野県ですが、現地でもって解散、新薬は20名程度。警察官は強力に警告を発し、すぐに解散させた。